TRA チャンネル。タロットリーダー協会のマリンこと吉永マリコです。実は先日タロットリーダー協会はなんと10周年を迎えました。今日はタロットカードを紹介していきたいと思います。タロットにはいくつか種類がありますが、今日ご紹介するのは、私がいつもこの TRA チャンネルでミスナナコと一緒に紹介しているウェイトライダー版のタロットです。同じウェイトライダー版のタロットでも、いろいろな作家さんが書いた可愛いたちのものや神秘的なもの、本当に数多く出ているんですね。その中でも今日はいくつか私が持っているものをご紹介していきたいと思います。まずは基本のウェイトライダー版のタロットの絵にとっても忠実に描かれているこちら、グミベアタロットというカードです。こちらのタロットはクマがモチーフになっているんですけれども、その他はだいたい基本のライダー版のタロットにとても忠実に描かれています。ダイアルカナだけを見ていきましょう。こんな風にクマがモチーフになっていると、なんだか死神や悪魔のカードも可愛く思えますよね。次はこちらです。バネッサタロット。このタロットはおそらく私が普通のタロットを買った後に一番最初に買った違った種類のタロットカードだったかと思います。ダイアルカナだけを見ていっても分かるように、こちらのタロットは通常のライダー版のタロットと比べるとだいぶちょっと違った感じなので、なかなか初心者の方には使いにくいかもしれませんね。このタロットほぼほぼリーディングで使ったことはないんですけれども、絵が可愛いので思わず買ってしまったというタロットの一つです。で、次はこちらです。ザ・ワンダーランドタロットと書いてあるんですけれども、こちらは不思議の国のアリスをモチーフにしたタロットカードです。ダイアルカナだけを見ていきましょう。不思議の国のアリスのモチーフがとっても可愛く描かれていますよね。こちらもリーディングにはあまり使ったことがないんですけれども、不思議の国のアリスが好きなので思わず買ってしまったカードの一つです。そして次はハロウィンタロットです。こちらですね。このハロウィンタロット裏はこんな風になっています。こちらもダイアルカナだけを並べて見ていきましょう。このカードはハロウィンの時期イベントなどではたまに使ったりしています。毎朝の1枚引きもハロウィンの時期になるとこのカードでやったりしていますよ。ハロウィンのモチーフがとても可愛らしく描かれているお気に入りのカードの一つです。そして最後は今毎朝の1枚引きに使っているこちら、鳥タロットです。こちらも鳥がそれぞれモチーフになっていて、だいたい基本のタロットと同じような感じになっています。ダイアルカナだけを見ていきましょう。鳥になっているだけでこちらのカードもなんだか怖いと言われているカードも可愛く見えてきますよね。鳥好きさんにはたまらないカードの一つになっているかと思います。それでは今度は小アルカナのそれぞれの数とのエースのカードを見比べていきましょう。まずグミベアタロットとバネッサタロット、そして鳥タロットを見てみましょう。ワンド、ソード、カップ、コイン、
こちらは基本のライダー版のタロットとほぼ同じような感じになっていますよね。持っているのがクマだったり女の人だったり鳥だったりとするだけで、モチーフ自体は同じ感じになっています。そして次にワンダーランドタロットとハロウィンタロットを見てください。こちらはモチーフがだいぶ変わっていますね。アリスのタロットはワンドがペッパーミルになっています。そしてソードがフラミンゴ、カップはハット、コインはオイスターです。ハロウィンタロットもだいぶ違いますよね。ワンドがインプス、そしてソードがバット、カップはゴースト、コインはパンプキンです。いかがでしょうか。こんな風にそれぞれのタロットによってスートが変わっているものもあります。ですからちょっと初心者の方には扱いづらいかもしれませんね。また私たちはリーディングするときにこのタロットのモチーフを説明したりしています。カードの絵でクライアントさんに分かりやすく説明するので、ちょっとこの遊び心満載のタロットカードだと説明しにくい部分もあるんですね。ですから実際のリーディングではやっぱり基本のウェイトライダー版のタロットを使うことが多いかなと思います。今日はタロットカードのご紹介をしてきました。 TRA チャンネルではタロットリーダーたちがいろいろな企画で毎日 YouTube を配信しています。ぜひチャンネル登録していただけると嬉しいです。今日は最後にミスナナコが作った TRA チャンネルの歌詞動画をご覧いただいて終わりにしたいと思います。楽しくってためになる TRA チャンネル。TRA チャンネルはここまでです。タロットリーダー協会のマリンがお送りいたしました。それではまたごきげんよう。